皆さん、こんにちは。株式会社船井総合研究所、金融 M&A CM でございます。本日は、具体的な業務内容や、業務に必須の視点を解説と題しまして、お話をさせていただきます。こちらの YouTube 動画にて、会計、財務、経理の違いについて解説いたしました。少しだけ前回の復習をさせていただきますと、会計とは、原則に則り、正確に記録することが重要であるのに対し、財務とは、資金目線を持ち、自社の未来を作ることが重要です。そして、経理とは、会計と財務の素地を作る重要な処理である、とお伝えいたしました。今回は、この中の財務の仕事内容について、詳しくご説明いたします。まず、財務の仕事とは、階段式である、ということが大きなポイントです。財務の仕事の中には、財務戦略の策定、予算管理、資金調達など様々な仕事があるため、どの仕事から手をつけてよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで、財務の仕事は階段式と捉えていただき、一つ一つの階段を登っていくように、財務の仕事のレベルを上げていただくと認識してください。まずは、第一ステップである財務の細分化を行うところからご説明いたします。第一ステップの財務の細分化を行うにも、三つの仕事があります。まずは、財務戦略を策定すること。次に、予算や資金の管理。そして、資金の必要性の検討です。財務戦略の策定は、経理が作成した財務諸表をもとに、資金の使い方を考えることです。例えば、過去の売上や利益を参考にして、今期はどのくらいの利益が出る予定なのか、各事業部ごとの成績を鑑みて、今期の配分はどうすべきか、など、検討することは多岐にわたります。予算や資金の管理では、予算を管轄し、必要に応じて事業部に資金の配分を行えるようにする必要があります。企業全体が成長していくために、資金を計画的に使えるような体制を整える必要があります。三つ目では、事業計画書を作成し、今後資金調達が必要かどうかを検討します。今後企業はどう成長していきたいのか、赤字の場合は、どのタイミングで黒字に転換する予定なのかを把握し、今後資金調達が必要か、必要であれば、いくら程度かを検討する必要があります。第2ステップでは、第1ステップで自社のお腹の中を見て、それを対外的にどう使っていくかをマスターする段階です。まずは、資金調達をするために、財務担当者自ら銀行に交渉し、必要な額の融資の契約を結びます。資金調達の手段は、金融機関からの借り入れ以外にも、社債や株式を発行し、投資家から資金を集めることも可能です。いずれにせよ、資金調達のスケジュールを立て、そのタイミングでいくら、どこから調達するかを把握しておき、調達手段の多様化を図っていくことが重要です。監査対応の際も財務が役立つ場面です。監査は、企業の財務状況に不正や問題がないかを確認する作業であり、適用されるのは、一定の要件を満たす企業のみですが、年度末、四半期ごとに適切な財務書類を用いて、監査法人に企業の財務状況を説明する必要があります。財務の最終ステップ、理想の最終体系は、自社の公開図ができているということです。では、自社の公開図を作るために何をする必要があるのでしょうか。まず、中長期的な財務戦略を立てる必要があります。第1ステップでは、まずは自社のお腹の中を見ることを目的に、短期的な財務分析にとどまっていましたが、第3ステップとしては、10年、20年先を見据えた事業計画、投資シミュレーションを作成することが大切です。中長期的に、どのタイミングで、どの程度資金調達が必要なのかを把握することで、金融機関との付き合い方が変わってきます。次に、企業価値の向上を図ることです。企業価値は1日2日で向上するものではありません。企業の成長性、将来性を上げるために、定期的に財務分析を行い、必要な時に必要な分の資金調達ができる体制を作ることが大切です。今回は財務の仕事を説明するにあたり、財務の仕事は階段式であるとご説明させていただきました。第1ステップとして、事業計画を作成し、予算、必要な資金を把握し、第2ステップとして、開示すべき資料を用意し、資金調達ができるようにする。そして、第3ステップとして、中長期的な事業計画、投資シミュレーションを作成し、目指すべき方向性を見定める。以上の階段を一つ一つ登りながら、
の財務レベルを向上していただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。